なんか小室圭さんってね、今ね、試験が終わったとこかな。23日。22、23でニューヨーク州の司法試験を終えたんですが、今までは日本だけの小室圭さんですけど、世界の小室になってるんで、狙ってるところがね、日本の週刊誌だけではないんですよね。海外の週刊誌も狙ってて、それで文春砲じゃないんですけど、デイリーメールっていうところがね、イギリスですね、の週刊誌に取られちゃったってことですね。デイリーメールが言うには、眞子内親王の庶民の夫である小室圭は、だらしないデニムシャツ、ダブダブのネイビーパンツ、スター・ウォーズをテーマにしたカラフルなバンズスニーカー、そしてポニーテールで、妻の眞子が日本での皇室での生活を辞めて、米国に移住してから2ヶ月後にニューヨーク州司法試験に参加しましたっていうね、結構ボロクソに書いてるね。まあでも、写真ももちろん撮られちゃってるんですけど、デニム、まあ、だらしないデニムシャツっていうか、まあ、デニムのシャツですけど、おしゃれに着ればおしゃれですよ、これは。でもまあ、果たしてどうなのか。ちょっと太ったんだよな。まあ、デイリーメールが報じたの、小室はボタンダウン、デニムシャツ、バギー、ネイビーパンツ、スターウォーズをテーマにしたカラフルなパンツの非常にカジュアルなアンサンブルを着用していました。で、髪型もね、彼はエッジの効いた新しいビジュアルをしているのが確認できました。彼のヘアスタイルは以前カットされた髪よりはるかに長く、ポニーテールに引き戻されました。またポニーテールになったんですよ。ニューヨーク行くとなぜかポニーテールに、ね、小室さんなるんですよね。まあ、ニューヨーカーですもん、言ってしまえば、格好は。お腹の出っ具合もちょっとやっぱりね、ニューヨーカーっぽくなりましたね。またまたロン毛復活と。眞子さまの記者会見のために、2021年10月に帰国した際のあの日のロン毛に戻ったってことですね。ただ、あの日のロン毛よりももっとなんか、ぐっちゃぐちゃな、風が強かったのかな？なんかぐっちゃぐちゃに見えますけどね。会社員としてニューヨークで働いたのに、もうあのロン毛は見れないのかと思ってにいたのに、またお目にかかりました。まあ結構ロン毛似合うんですよね、小室さんね。ただ、僕は切った方が好きですね。爽やかな小室さんの方が好きだな。あとね、小室さん胸毛があるんですね、結構ね。デニムのね、シャツですね。ダンガリーですかね。ダンガリーシャツでしょうね、これね。ダンガリーをそのまんま着てんのかな。普通 T シャツ、この手のやつって T シャツ着てから僕だったら着るんだけど、直で着てんすかね。胸毛がね、チラ見でされちゃってんです。まあ、ワイルドっちゃワイルドですよ。なんと濃いめの胸毛を発見。ゆるゆるのデニムシャツのボタンを開け、胸毛をチラ見せしてます。以前から腕毛などが濃いイメージでしか 腕毛などが濃いイメージでしたが、まさに胸毛まであるとは驚きです。眞子さまも小室圭さんの男らしさを感じているのか。トミー・ヒルフィンガーのダウンジャケットを上着で着て、まあ、これかっこいいですけどね。デイリー・メール曰く、この試験の後ね、現役の弁護士曰く、彼が建物を去った時信じられないほど暗く見えましたって、日刊スポーツでも書かれてるんですけど、米ニューヨーク州司法試験会場2日目でに会場でキャッチしたとデイリー・メールが伝えたと。試験は米国時間22日、23日に州内4カ所で実施、この日は続報でも小室さんはポニーテール姿、ジャケットこそ着てなかったが、前日と同じデニムシャツに紺色のズボン、映画「スター・ウォーズ」とバンズがコラボしたスニーカーのコーディネートだった。昼休み時間なのか、コーヒーカップを手に会場に入っていったという。同氏はシャツの胸元を大きく開けたカジュアルな装いが、結婚会見時の姿とは全く雰囲気が異なるなどを指摘、小室さんの様子を信じられないほど暗い表情に見えたなどと伝えている。信じられないほど暗い表情に見えたというのは、出来が悪かったってことを言ってるのかなと思うんですけど、弁護士資格を目指す小室さんは、昨年7月にこの試験に初挑戦したが、10月の結婚直後に不合格判定。これだから僕、すごく不思議なのが、どっちなんですかね。あえて、合否の判定の前に結婚を持ってったのか、たまたまなのか、それとももう完全に合格できると思って踏んだのかっていう。不合格が判明してからの結婚だと、多分世の中の見方はものすごく変わったと思うんですよね。結婚時の
ね、会見ってすごく向こう側がね高圧的だったっていうかね、うん、みんなが悪いんだみたいな感じのね言い方だったじゃないですか、眞子さまがね。今までの結婚会見の中で一番なんかなんていうの、気分の悪い結婚会見、いろんな人の結婚会見の中でもかなり気分の悪い結婚会見だな、後味の悪い結婚会見だな、だったんだなと思って、思った後に不合格っていうね、あれ多分ね、その前に不合格になってから結婚会見したらあんなに強気にはいけなかったんじゃないかなと思ったりするんですけどね。結果は早ければ4月末に発表されるが、再び不合格だった場合は就労ビザ取得にも影響が出てくる可能性もあるっていうことですね。まあだから強制送還されるかもしれないっていう話ですかね。やっぱニューヨークにいるとやっぱラフになるんですかね。髪もふわーっと伸びてね。美容院とか行かないんですかね。あれ、勉強で忙しくてね、髪切る時間がなかったんじゃないかって言ってましたけど、仕事してても髪切らないってことはやっぱり好きなんですかね、ロン毛がね。わかんないですけど。まあそんな感じです。